札幌コミュニケーションパーク空は札幌市白石区東札幌にある再開発地区の名称。1986年に廃止となった旧日本国有鉄道東札幌駅跡地を含む土地区画整理事業東札幌地区として基盤整備を行った公園、緑地ゾーン、公共ゾーン、商業、業務ゾーンの3つのゾーンで構成しており、 産業振興と幅広い交流の拠点づくりを目指している。空は地区全体の愛称であり、市民の青空のように澄んだホスピタリティの心を表現している。大規模な遊休地となっていた旧国鉄東札幌駅跡地を含む用地は、1997年に国鉄生産事業団から札幌市に譲渡され、1998年から、 再開発に向けての本格的な動きが始まった。また、一時は、ドーム球場の建設候補地になっていたが、旗振り役であった、安倍文夫の政治汚職事件や、建設資金の問題で立ち消えとなっていたに、豊開く羊が丘に札幌ドームが完成した。公園、緑地ゾーン公共ゾーン商業、業務ゾーン。ありがとうございます。